はい、ついにフレア界のレジェンドが出てきましたね。ゴリチョこと後藤圭介氏ですね。もう K…の時点でちょっと、あ、癖あるなって思いますよね。はっきり言ってフレアの脳みそで言うと僕より変態かもしれないですね、この人は。クリエイティブっていうか、どっちかというとやっぱ変態の方ですね。そんな変態な先輩を横目にですね、背中を丸々見てたわけじゃなくてね、こう横目にこう、あ、この人やべえやつやなんて言いながらね、すくすくと10年ぐらい僕も育ってきたんですけれども、てか考えたらもう10年ぐらいの付き合いになりますね、ゴリチョさんもね。初めて会った時のことは未だに覚えてますね。ペイペイの時にね、僕とかゴリチョさんがお互い同じ系列の違う店舗で働いてたんですよね。そこでたまたま一緒に働く機会があって、でそこで初めてお会いして、その日の営業後にですね、こう店の中で練習してるのを見てめちゃくちゃ衝撃を受けたの今でも覚えてますね。でその少し後にですね、ゴリチョさんも所属していたバンダナクラウンなんちゃらだみたいなところにね、こう僕も入れてもらって、そこで本格的にフレアの仕事を一緒にするようになりましたね。まああれはあれですごく楽しかったですね。ただ当時ボスだったなんかテンガロンハットかぶったカリスマだったかカニ玉だったかわかんないですけど、その人がなかなかに暴君だったのでね、みんなメンバーはだいぶ苦労してましたね。今となってはもう全員が笑い話で済むんですけど、特にしわ寄せを受けてたのがね、このゴリチョ大先生だった気がしますね。でもフレアの大会はそれこそ引退してもう5年ぐらい経つんじゃないですか。僕は多分ゴリチョさんの2年後ぐらいに引退してると思うんで、まあでも当時は本当にそれこそアップティーか、クラウンかみたいな、その2大巨頭チームでしたからね。でクラウンが解散した後に、じゃあ残ったメンツで店やろうぜみたいな感じで、まあゴリチョさんがね代表取締役になって、で作ったお店が池袋のカラソルですね。僕もオーストラリア行ってた時期を除いても多分4年ぐらいいたんじゃないかな。今は東口と西口で1店舗ずつですね。でもうすぐ東口の方が周年じゃないかな。何か気の利いたテキーラでも送っとこうかなと思います。では早速行ってみましょう。もうはっきり言って今まで出てきた人ともう申し訳ないですけど、あの次元が違う、半端じゃない。だからもともとこの変態的なクリエイティブな考え方がある上で、そんな人がオンラインジャンキーだけにこの照準を絞った時にですね、あ、ここまでいいものが生まれるんだっていう、ここまでの次元に持ってこれる人があと 4,5 人いたら絶対フレア界変わるなっていう、そんな印象を受けました。まあ僕もフレアのみならずですね、他のことにもまあある程度自信があるので、しっかりこう対等な立場でね、解説だったりツッコミを入れたいなと思うんですけど、はっきり言ってここまで上の次元になってくると、どっちが正しいのかわからないというか、明らかにこっちがいいでしょっていう意見を言いづらいんですよね。あくまでこっちの方がいいんじゃないかなとか、こういう考え方もありますよねとか、あとはもしかしたら僕が読み違えちゃう場合とか、このゴリチョさんの意図に気づかずに変な解説をしちゃうっていう可能性もなくはないんですよ。それぐらいその高度な部分での、まあ話解説になってくると思うので、これは僕もものすごくその解説しがいがあるなというか、あとその下手なことは言えないなっていうのがよりこう一層強くなりますね。で言ったら言ったで、この人めちゃめちゃ器でかいんで、あ、そうなんだねつってこう全部飲み込んでくれるような、気はしてます。でいいとこだけ吸収して、なんか次につなげそうだなっていう、本当に別にその持ち上げるとかおだててるわけではなくて、本当この人地頭もめちゃくちゃいいし、フレアもスタイリッシュだし、講師ともにド M だし、めっちゃおもろいんですよ。だから今多分本当に普通にオフラインの大会にフラッと戻ってきてもサクッと優勝しちゃうんじゃないかなっていうクラスの、本当にもうレジェンドクラスの選手ですね。早速解説していきましょうかね。絵面のコントラストが強すぎてですね、これに何か意図があったのかどうなのかちょっと分かりかねますね。でここで映像がね、普通の映像に切り替わるんですけど、言ったらここのこれもかなりその俗に言う黒つぶれっていうんですけど、こことこの境目がほぼ分からないじゃないですか、だからその
黒が潰れちゃってるっていう、こことかもその結び目が見えなかったりとか、まあ、本当その触れ合いに行く前にちょっと映像のあれで申し訳ないんですけど、コントラストがだいぶ強いのかな、これ編集ソフトでいじったのか、でもそういういじり方をしないとこういう潰れ方をしないと思うんですけど、普通にそのまあ携帯なり一眼なりとかで撮るともうちょっとそのナチュラルな色合いで撮れるはずなんですけど、あえて多分ここをいじったのかなっていう、コントラストが強いとこうちょっと男らしく見えるというか、うん、この辺が全部影になってね、うん、っていうのはあるので、まあこれは多分ゴリチョさんの好みなのかな、まあ映像その作った人の好みなのかな、ここがねこの辺りが全部無音で、回想シーンになるのかな、ちょっとそのどういう意図があってこのシーンを差し込んだのかっていうのがちょっとよくわからないので、ゴリチョさんは下にコメントいただけると助かります。はい、でこっから演技が始まります。もうこのスタンバイの時点でもうあのクリエイティブ感がめっちゃ出てますよね、うん、こうやってスタンバってた人って確かいないと思うんで、でのっけからかなり、難しいことをしましたね、はい、まあこれはもう解説はいらないぐらいのシンプルで分かりやすく、まあ、難しい技、うん、後ろを通してカップインですね。でボトルがシェーカーに入った瞬間にね時間が止まります。後ろの人たちがねピタッと止まりますね。こういう演出もすごくいいですよね。あのですねこの人技が全体的にねかっこいいんですよ。なんかあの別にめっちゃ難しいとかそういうのではなくて普通にかっこいいんですよ。あの体の使い方もうまいし、でここでしっかりそのね左手を使うんですよね。これもあの前回のレイ君の解説でもしましたけど左手を使ってくる選手ってあんまりいないんですよね。なのででこの人ねあの左利きかっていうぐらいね左利き用なんですよ。フレアに関して昔そのタンデムフレアって言ってね2人でやるフレアがあって、相方の深海魚さんはね右利きで、タンデムのスタイルにも結構いろいろあって、同じ動きをするにしてもシンクロって言って言ったらその2人がじゃあ右手で投げてじゃあ左手で取るっていう動きをする、まあ、そのシンクロって言われるものと、あとミラーっていうのかな、一人が右手で投げたらもう一人が左から投げるっていう、その正面から見た時に左右対称にねボトルとかティンがこう待ってるように見えるっていう、そういうスタイルがあって、でもその左右対称の動きをやろうと思うとどっちかがその左手スタートをしなきゃいけないんですよね。でそれを得意としていたのがゴリチョさんなんですよ。なのでこの人ねやっぱ左がめちゃくちゃ器用ですね。基本はこの人も右利きなんですけど、やっぱちょっとその左のルーティーンっていうのをこう入れてくるとこっちとしてはやっぱ熟練度があるなっていうイメージになります。はい、まあ、これも、地味に難しいですね。はい、でここで、伸ばし切った時に音に合ってましたね。はい、で技で言うとね僕ここが一番好きでしたね。ああこれもねありそうでないんですよ。これね気づきました皆さん、これなんかパッと見別になんてことない、まあ、2回転なのかなで通り過ぎちゃうんですけど、これよく見るとですね、まず横にフリップをかけるんですけど指ほぼ離れてないんですよね。でネックのあたりでここを、こっちにね下に下ろすんですよ。ほら最初は横回転で、投げたはずのものをこのタイミングで縦に変えちゃうんですよ。あこれは面白いと思いましたね。多分めっちゃ簡単だと思うんですよやったら、ただ思いつかないっていうだけで。これパッと見じゃ分かんないですよね。こう来てここで縦に落とすと、うん、素晴らしいですね。まあちょっと技術的に突っ込んだ話をすると、これはフレアだけではないんですけど、例えば物を投げたりとか、蹴ったりとかしていろんなところに飛ばすような、競技だったりっていうのは基本物が下にある状態からアクションを起こして上に舞い上がって下に落ちてくるっていう、まあ地球に重力がある限りごく自然な法則にのっとった動きなんですけど、いわば大多数の人がこう投げたらこうなるだろうっていうその予測しているものに少しエッセンスを加えるだけでこんなにも変な風に見えるんですよね。ちょっとこれはすごく説明が難しいんですけど、一回その感覚さえ分かっちゃえばその人の予想を裏切れるようなフレアっていうのがすごく簡単にできるようになります。ただ横に投げたもの
に対してこの下に落とすっていう、これはなかなかない動きですよね。特にこの下に落とすっていう概念ですね。いわば上に投げたりとかですね、上に弾いたりとか、上に回転させたりっていう概念はあるんですけど、その逆もまたしかりで、個人的には上から下の法則って言ってるんですけど、上にあるものが落ちてくるというよりは、上にあるものをあえて落とすっていう感覚ですね。僕で言うとこの技ですね。いわゆるその一般的なフェイクではないんですけど、見ている人の予想を裏切るという意味ではちょっと近いものがありますよね。はい。で、しっかりね、リップストール、唇の上に乗っけるやつですね。これも音にはめてくるっていうね。はい。まあ、これの難しさは前回、レイ君の時に解説しました。で、ここも面白いですね。まあ、ノールックで、まあ、ただサムロールダウンをしてるんですけど、まあ、もちろんノールックも面白いし、あと足ですね。これちょっと今、黒つぶれしちゃってるから見づらいと思うんですけど、足もしっかりね、上げてるんですよね。だからシルエットにこだわってるんですよね。これが仁王立ちだとあんまり面白くないんですよ、実は。でもこうやってね、こう片足を上げることによって、まあ遊び心が演出できて、よりエンタメ性が上がるんですね。はい、これはむずい。右手でアラウンドをしながらね、左手で、ティーンを送るんですよね。これ自体はね、そこまで難しくないかもしれないんですけど、こっからね、体をこう回転して、でさらにこう肘で打たなきゃいけないっていうね、これは結構難しいんですよね。なので、まあ、その証拠にやっぱりこう、補助に、やっぱ入っちゃうんですよ、手が。こんだけその不安定な技だと。でもうなるべくそれを見せたくないって言って、後ろに手をね、こう持ってくるんですよね。まあこの気持ちはもうめちゃくちゃわかりますね。はい。まあ右手がちょっと、もったいないかなという印象なんですけど、これはね、もうしょうがないっちゃしょうがないんですよ。これが例えばもう公園で自分一人だけで撮ってるような映像であれば、何回でも何回でもこう撮り直して自分が納得いくまでできるんですけど、でもこの映像って言ったらそのゴリチョさん本人だけじゃなくて、いろんな人が関わってるわけじゃないですか。こうやってエキストラの人がいてとか、で場所もまあこれ下映ってないんで何とも言えないですけど、あんまり落とすのはよろしくない現場だと思うんですよね。言ったらその落とすと他の人に迷惑がかかるようなシチュエーションで、これだけの技を詰め込んできて、しかも最後にこの重たい技をやってくる、このストイックさというか変態さですよね。言ったらその何十回も撮り直してるってことはないと思うんですけどね。もちろんこの人の技でもっと難しいのはいっぱい知ってますけど、あまり撮影ももたつかせずに、周りに迷惑をかけずに、落とさず、そしてこう綺麗に見せれるところをこう攻めてきたんだなっていう、それぐらいのレベルに適応させたっていう言い方がいいのかな。そういう意識を持って多分組んだ一連のこの流れだと思うんですよね。ただやっぱり最後にこの難易度を持ってきたいっていう、まあ少しのこの何て言うんですかね、最後までしっかり楽しんでもらいたいっていう気持ちがあったので、で絶対落とせないっていうシチュエーションだったので、どうしてもちょっと、右手が補助に入らざるを得なかったのかなっていう。本当にめちゃくちゃ余裕があって自信があるんだったら、多分この辺りでもう右手が後ろに行ってるはずなんですよね。それがいけなかったってことは、やっぱりそれだけ不安定な技だったんじゃないかなっていう。まあもちろんそれは完璧を求めるとそういう風になりますよっていう。もちろん技ができてるんで、それは素晴らしいことなんですけど、技を完璧に見せるという観点から見ると少し、惜しかったなっていうパートが唯一ここでしたね。で、技が決まってカップインすると背景にいる人たちが、動き出します。これも演出ですね。まあでも自分がこういう映像を撮りますって言って、このエキストラの人たちっていうのは協力してくれてるわけじゃないですか。まあそういうところからも、まあ全然点数とは関係ないんですけど、やっぱ人望のある方なんだなーっていうのはね、感じますね。特に多分この人の愛は半端じゃないと思いますよ。はい。まあ、技術的な解説はこの辺りにしてですね、今回もちろん審査が終わった後にですね、
本人に、まあ、この映像に関してちょっと小話をね、聞いたのでご紹介しておくと、今回のこの、演技に使った音ですね、これは全部バーの環境音を集めて自分で作ったそうです。よく聞き直したんですけど、こんな音あるのっていうね、音がいっぱいありますよね。よかったらもう一回見てみてください。バーの中にあるものだけを使ってこういった、音を拾ってそれをまあ曲にしてというか、まあ、ビートに乗せてですよね。もうその時点でちょっとやっぱり変態ですよね。まあ、本人的には相当こだわりを持って、これを作ったみたいですね。まあ、音に関しては僕も結構こだわりがある方なので毎回すごく悩むんですけど、フレアっていうのはまだまだね、歴史が浅い、まあ、競技なので、音ハメに対する概念っていうのも、まあ、まだそんなに成熟してないんですよね。それはもうダンスと見比べれば明らかなんですけど、もちろんダンスの方が自由度があって分かりやすく音ハメはできるんですけど、絶対フレアもまだまだそのダンスの要素を取り入れられる、その音ハメに関しても要素がまだあるんじゃないかなと思っていて、やっぱりまだまだその表の拍でしか音ハメをしない選手がすごく多くてですね、これがなかなか自分のこの音声だけの説明でどれだけ通じるのかわかんないんですけど、手拍子とかがすごくいい例かなと思っていて、何か曲が流れた時に表の拍で手拍子パンパンパンってする人と、裏の拍を取ってパンパンパンって手拍子をする人、最近の曲だと結構裏で手拍子した方がこう乗れるような曲が多いんですけど、昔のそのまあ演歌とかポップとかってどっちかというとその表でこうパンパンパンって手拍子取った方がしっくりくるやつとかもあるんですよね。だからよくそのオフラインの大会とか行っても手拍子ってその人の感性だから、曲が流れて選手が演技をしだした時に沸き起こるその手拍子が表だとすごい違和感がある時とか結構あるんですよね。その最初の何人かがその表でこうパンパンパンって手拍子しちゃうから、後から手拍子する人ももうパンパンってこう表の拍でしかずっとやらないっていう、大体裏で撮った方がかっこいいんじゃないかなって個人的には思ってますけど、なのでその表だけでこう手拍子するような曲、だから盆踊りとかは結構その表の拍でこう手拍子するような分かりやすい例えかなと思っていて、それだと大体その4拍目とか8拍目で絶対気持ちいい音ハメのタイミングって手拍子してると分かると思うんですけど来るんですよね。でそれだけで音にはめちゃうと、もう絶対音ハメが来るっていう、ここに節目があるっていうのが分かってるんで、その予定調和感がすごいんですよね。なのでその盆踊り感がすごいみたいな。でそれでその丸々1ルーティーンを構成してしまうと、なんともこうのっぺりした音ハメはしてるんだけど、このちょっとのっぺりしてるような演出になっちゃうんですね。ただジャッジ目線で見ると音にはめてる感が伝わりやすいので、もちろんその見てるお客さんにも、なのでまあ盛り上がりやすいし、ジャッジとしても点数はつけやすいんですよね。あ、はめたなはめたなってカウントしていけばいいだけなんで。でもやっぱもうちょっとこう上級者になってくると、裏の拍でもはめてほしいんですよね。で何を隠そう、この映像がですね、表でも裏でもしっかりはまってるっていうね、ただ見れば見るほど、あ、ここもはまってる、ここもはまってるっていうふうに気づいちゃうんで、それで何回も審査やり直してると不公平になっちゃうんで、もう気づいたとこだけ撮りましたけど、でもまあ結構はまってましたね。で音にはめるという概念もですね、ただそのボトルとか、ティーンを起点にしたアクションで音にはめるっていうのは、まあ、すごく当たり前のことなんですよね。そこでもちろん点数はつくんですけど、いわばその演技中に、まあ、ダンスと一緒ですよね。演技中に例えばステップを踏んだとか、まあ、ターンしたとか、例えば指バッチンしたでもウィンクしたでも何でもいいんですけど、ボトルをキャッチしたタイミングとかでも、いわば音はめってできるんですよ。ただ分かりづらいし、今の審査のシステムだと、ただそのフレアの技を絡めないと音はめとは見なさないっていう傾向が強いんですよね。なのでそこにステップを踏んだからといって、まあ、音はめに加点されるっていうのはほぼないですね。僕は個人的にその音には結構うるさいんで、はめてきた選手には音はめもしくはまあエンタメのどっちかはある程度つけるようにはしてるんですけど、いわば音にはまってればはまってるほどエンタメ性としては明らかに高いんですよね。点数としては取りにくい分、やはりそのコスパが悪い部類ではあると思うんですけど、演技の幅っていうのもだいぶ狭くなっちゃうので、そういうステップとかキャッチではめようと思うと、その前後の技も調整しなきゃいけなくなっちゃうので、ただそういう意識を持ってルーティーンを組んでる人っていうのは、やっぱりこうなんかいいなって思ったりとか、
その何かっていうのがそういう細かい点数にはならないんだけど音にはまってる動きだったりとかってするわけですよ。なのでパッと見はね全然気づけない音はめってるのも数多くあるんですけど、まあ噛めば噛むほど美味しいというか、見れば見るほどあここもここもはめてるなとか、なんかいろいろこう見えてくる美味しいルーティンがねしっかりこう組まれてるなというすごく楽しい映像ですね。まあ国内でフレアが普及してもう20年ぐらいですかね。その中でやっぱり音ハメの概念っていうのはフレアの技を絡めたフレアありきの音にはまってるっていう、それしか点数になりませんっていう傾向がやっぱ強いんですけど、僕はフレアがもう一つ上の次元に行くにはそこをちょっと解放するべきなのかなと思っています。まあそのためには審査員がもう音ハメに関してめちゃくちゃ勉強しなきゃいけないんですけどね。まあいつそうなってもいいように、まあ選手含め審査員もですね、音に対する知識だったりとか、あとはもう感度ですね、センスみたいなものを磨いておかないと取り残されちゃうのかなと思います。まあ今回このレジェンド枠でねゴリチョさんが出てきたことっていうのはすごく他の選手のいい刺激になったんじゃないかなと思います。もう引退して5年ですよこの人なんで、まあせっかくこのね下界に降臨してきてくれてるわけですから、皆さんちゃんと得るもの得てもらってですね、皆さんの実力が上がれば、本人的にも嬉しいんじゃないでしょうか。まあそんな感じですかね。ということで今回の暫定1位と2位ゴリチョ選手、ユータ選手おめでとうございます。本番12月1日はオフラインでお会いしましょう。はい、いかがだったでしょうか。いや解説しがいがありましたね、さすがに。ということで通算4回やったオンラインジャンキーナイトですね、これの上位1位と2位の選手が12月の1日にですね北海道のフレアバー S に集結して、本当にそのライブというか、まあオンラインではなくオフラインの方でね最後争うのでめちゃくちゃ楽しみですね。ということであとは12月の1日に北海道で行われるグランドファイナルを残すのみとなりました。いやこれはめちゃくちゃ楽しみですね。詳しい情報っていうのは下に貼ってある S チューブの方のね、チャンネルから何かしらのアナウンスがあると思うので引き続き楽しみにしておいてくださいといったところでしょうか。ということでまた次回お会いしましょう。 See you!